ユニホンテレビ。どこ500円これあこれプレゼントプレゼントプレゼント軽トラ市は地域の活性化を目的に木桜の里東売り活性化委員会が毎年春と秋に開いているものです。軽トラ市とは軽トラックの荷台に商品を並べ販売する青空市のことです。感染症の影響で3年ぶりとなった今年は5月に続いて2回目の開催となりました。この日は春の軽トラ市より10店舗以上増え、およそ35店舗が出店しました。新鮮な野菜や果物、皮ガニといった食材のほか、衣料品や手作り工芸品など商品の種類が豊富なのも軽トラ市の魅力です。訪れた人たちはじっくりとそれぞれの店を見て回り、お目当ての商品を買い求めていました。地元の農家さんですか？はい、地元東前です。はい、あの軽トラ市は毎回参加されてます。はい、秋だけ。秋だけどうですか今日は？今日トラック山いっぱい持ってきたんだけどもね、もうご覧の通り完売状態。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、今日は、軽トラ市に、地域おこし協力隊として出展しましたが、私の担当は、木工のネックレスとあとポロタングリがメインです。春に私はお客さんとして来てるんですけど、春の何倍も人がいてにぎわってるなっていうのが印象ですね。天気もいいし、みんな気持ちよく楽しんでるなっていう雰囲気です。はい、私は初めてです。どうですか来てみて？よかったです。こう、ね、天気も恵まれまして、どんなかなと思って期待してきました。いろいろ買っていきたいと思います。すごく楽しくて、こういっぱいいるからね、すごく楽しくて、なんかお洋服もいろんなの見たりしてね。なんか買われましたか今日？買いました。あのあれ、あそこのブドウとか、あとなんかキュウリとか漬物とか結構買ったんですね。買ったんです、重くなってまたじゃあいらしてください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、では用意スタート。会場では30秒の制限時間内に1500グラムの新米を紙袋に詰めるイベントも開催されました。1500グラムに最も近い上位3人が入賞となります。上位3人には詰めた新米に加え商品券などが贈られるとあり、多くの参加者でにぎわっていました。3、2、1、30秒。やはりあのこの地域のにぎわいをどういうふうにしてやっていくかと、この道の駅のね、それでまず軽トラ市をあの取り入れまして、あの107号線のちょうど真ん中にありますので、横手の方からは果樹の方とか、それから本庄の海辺の方からは海のものとか、いろいろそういうふうな形であの農産物が集まってます。はい、負けないで頑張って開催したいと思ってます。はい、天候にも恵まれたこの日の軽トラ市は午後2時頃まで大いににぎわったということです。